はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、全部で3問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、不安なのとかわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は上の2問は関数のは形に関する問題です。上が、下は変域ですね。で、まず上からいきます。で、あから A に今関数がね、いろいろ4つ書いてあるんですが、あれについて、まず1番 y の値が x イコール0の時最大になるものを全て選びなさいという問題です。で、さっきも言ったように上の2問は形に関する問題なので、x イコール0の時に y が最大になるってどういうことっていう、それがわかるかどうか。で、これはどういうことかっていうと、二次関数ですよね、今。二次関数っていうのはこう下カーブ、まあ下に凸って言い方もしますけど、あと上カーブのどっちかです。で、ちっちゃい図なんで申し訳ないんですけど、必ず原点を通りますよね。ちょっと待ってね。曲がっちゃった。まあこんな感じになるか、上カーブでこうなるか、必ず原点を通る。これが高校に入ると原点通らなくなるんですけど、中学校の入は原点通ります。で、x イコール0の時っていうのは、まあここですよね。つまり今だったら原点のところ。時に y の値が最大、つまり一番大きいと。それって下カーブのこと、上カーブのこと、どっちって聞かれてるの今。で、どっちかって一番大きくなるの下だよね。あ、下カーブじゃない、上カーブ。こっちになります。なぜなら、上カーブは、x イコール0。この時に一番最大、一番高いところに来るから。この下カーブになると、x イコール0の時、一番下に来るから、最小になります。y の値が。だから、これを読んだ時に、あ、OKOK。この上カーブ。まあ、上に凸ですね。これを選べばいいと。じゃあ、こうなるのって、どういう関数って言ったら、これマイナスの時だよね。y イコールマイナス 3x2 乗とか、まあ、a のね、y イコールマイナス3分の 2x2 乗って、ここの x2 乗にくっついてる値がマイナスだったら上にカーブするってことがわかるので、1番の答えは、あと、え、これが答えになります。いいかな？じゃあ2番ですね。で、次が、x、これだ、まあ、ダイナリーイコールって言うんですけど、この形ね、まあ、0より大きい、まあ、0以上か、ごめん。0以上の範囲で x の値が増加するにつれて y の値が減少するものを全て選びなさい。で、これもですね、結局は言ってることはね、下カーブと上カーブどっちなのって聞かれてるだけなの。まあ2択なの結局この問題は。で、これももちろん頭の中で図を描ける方はそれで全然いいんですけど、まあ簡単に書きましょう。下カーブと上カーブ。今日はちょっとね、幅変えてきました。で、今、これです。x が0以上の範囲ってどこかっていうと、x が正の範囲だよね。つまり、こっち側です。ここ。右の範囲。だからこっちも消しちゃってもいいです。言ってしまったらもう。右だけのちょっと残しておきますけど。右の範囲。で、x が増加するっていうのは、右に行くってことだよね。増えるから。こっちに行けば行くほど y が減少するのどっちって。行きますよ。右に行けば行くほど。例えばこっち行けば行くほど y は下がっていくよね。つまり減少。こっちは行けば行くほど増えていくから増加ですよね。y が増えていくから。つまり x が増加するにつれて増えれば増えるほど y が減少するのは下。下カーブ。あ、まあ、上カーブか。まあ、下側にあるやつだね。だから、同じです。マイナスのやつを選べばいいから、2番も、これが答えになります。もし、まあ、下カーブ、これ上の方のね、こっちを選びたいんだったら逆にプラスのやつだから、イとウを選ぶ形になる。でも今回は両方、あとエになります。普通ね、問題集とかやってたら絶対ずれるんだよね。あ、えとイ、ウってなる可能性が高いんですけど、もうこれはね、忘れもしない。自分の生徒の先生がね、違う問題なんですけど、選択肢2連続で同じにするっていう。まあ、そのせい生徒は引っかかんなかったからよかったんだけど、っていう印象深かったんで今回もしてみました。そういう先生もいらっしゃるからね、あーえってきたら言うでしょうっていうね、素直にはいかないので。
まあ、今回判断の仕方としては下カーブなのか上カーブなのかっていうところに注目して解いてください。では3番です。で次は x の変域がまあこうなってるとね、時に関数 y イコール 3x2 乗と y の変域が同じになる関数をこの a から a から選びなさいという問題です。なのでこれまず y イコール 3x2 乗、まあこいつが主役になるんですけど、こいつがこの x がねマイナス2から1の時 y の変域いくつかってそれを求めなきゃいけないんだよね先に。でこっからいきます。で普通にこれ求める問題とかも本編でやってますのでごめん、もしねよかったら見てください。あの37番の動画にあります。一応書いておく。37番の動画ね、変域ね、中3のね。で出し方としてはもちろん頭の中で描いてもらっても構わないんですけど、ざっくりやるんだったら 3x2 乗なんで3ってプラスでしょ。だからこの下カーブっていうのは分かるから書いておきます。でマイナス2から1までを使うから適当にねマイナス1からで1の方が近いからこういう感じでやって、打ち上げ花火を打ち上げる。こうやって。ぐるぐるっつってね。で、その間の部分だけを使います。あとは消しゴムで消しちゃっても構わないです。もちろん消さなくてもいいです。わかるんだったらね。で、Y の変域っていうのは、今、塗ったグラフの一番高いところと一番低いところを使います。Y は。で、一番低いところは、今原点通ってるから0ですよね。一番低いのは。じゃあ一番高いのどこって。マイナス2の時が一番高いですよね。ここが。じゃあマイナス2の時のここの数字いくつって言われたら x がマイナス2なので x にマイナス2を代入すればいい。そうすると 3×4 ですよね。マイナス2に2乗すると4だからさ、だから 3×4×12 ってなる。つまりこいつの変域は0が一番低くて12が一番高いからこうなるんです。この時のこれでセットで合わない。じゃあ前と0から12になるやつ探していこうぜって言って1個ずつやっていきます。でこいつだけ2次関数なんですけど、1次関数の変域っていうのは図を書かなくてもできます。本当は書いてほしいですけど時間ね省略するために。でどうやるかっていうと、1次関数ってまっすぐなんですよね。まっすぐ下に下がるかまっすぐ上がるかなので、このマイナス2っていう数字と1っていう数字を x に代入してその数字を使えば OK です。でも1番だけちょっとちゃんとやりますね。あだけちゃんとやります。なんでかっていうと、ちょっとこれなんだっけ、切片がマイナス8でしかもマイナスだから、まあ、こんな感じなんでね、きっと直線としてはね、こんな感じになってて、でマイナス2から1ですよね。でちょうどマイナス2が起きちゃうんだね。マイナス2から1ってなってる。で、マイナス2を代入すると、マイナス4かけるマイナス2引く8になるから、0になります。つまりまあ0だからここね。を通る。で、1の時、こうやってやって、ここすると、1を代入すると、マイナス4かける1、マイナス8だから、マイナス12になります。つまり、さっきと同じで、ぐるぐるしたところの間しか使えない。一番高いところは0だし、一番低いところはマイナス12なのね。つまり、マイナス12から、y。0が一番高いから、こうなります。こいつの変域はね。で、これをいちいち書かなくても、この数字を入れてやってもらっても構わないと。例えば、うやってみると、マイナス2を入れますよね。マイナス2を入れたときは、4×-2+8 だから0になります。ちょいちょい書こうか。4×-2+8 だから0。じゃあ1を入れたらどうなるかっていうと、4×1+8 だから12になる。で0と12が出てきたから y は0から12って言ってしまうと、これ答えなんだよね。同じだったでしょ。今回うが答えになります。でもちょっと全部やらせて今回はね。で絵もやると、マイナス2入れると 3×-2-3 だからマイナス9で、1入れると 3×1-3 だから0で、マイナス9と0っていう数字が出てきて、小さい数字が必ず左だからマイナス9から0、違うよね。で、これは2次関数なのでさっきと同じです。図を書きます。ここがマイナスだから、ちょっとちっちゃい図でごめんね、全体的に。まあ適当でいいです。上カーブさえ間違ってなければ。こうなって、マイナス2
っていう場所と1って場所に書く。で、さっき打ち上げ花火しましたけど、まあ自分よく打ち下げ花火って言いますけど、こうやって打ち下げします。こうやってね。で、間のところググって、まあ塗って、他は消しゴムで消したり、まあ考えないっていうことにする。で、さっきも言ったように一番高いところと一番低いところを使うから、一番高いのは0だよね。原点通ってるから。で、一番低いのはマイナス2の時のここ。ここ出したかったら、x がマイナス2を代入すればいいと。そうすると、マイナス3かけるマイナス2の2乗。これ、4だから、マイナス12になると。つまり、0とマイナス12。で、マイナス12の方がちっちゃいよね。だから、マイナス12、こうなると。あ、下余裕があったんだね。お前、すんごいちっちゃく書いちゃった。だから、違うと。つまり、答えは、ここでわかるかな。ちょっと囲っとくね。うが答えでしたよって。いう風になります。平均っていうのは、まあ、さっき書いて全部図書きましたけど、この辺とか。書いて、一番高いとこと一番低いとこを使う。で、二次関数の時は、こうカーブした時に原点通ってしまうと、そこが一番低くなったり、そこが一番高くなったりして、ちょっとずれるんですが、一次関数、まっすぐの時は、代入した数字のところが絶対一番高い低いを取ってくれるので、だから図を書かなくても、数字を代入しただけで絶対わかる。ただし気をつけなきゃいけないのが、例えば、マイナス12と0、数字出てきますよね。よし、オッケーオッケー。0からマイナス12みたいな。これ×ね。さっきも言ったように小さい数字が必ず左に来る。っていうところは注意しなきゃいけないんですが、まあこんな感じでやってもいいかなと思いますので、まあ参考にしてみてください。では、今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続きテスト対策ね、取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。